あ、いらっしゃいました。玉川村の県民リポーター鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。玉川村の県民リポーター鈴木さんは生まれも育ちも玉川村、地域おこし協力隊としてイベントの企画や運営などを手掛け、村の活性化に一役買っています。鈴木さんがおすすめのラーメンを出しているお店に到着しましたが、寿司って書いてるんですけれども、はい、間違いではないですか？はい、間違いではないです。え、お寿司屋さんでラーメンが出されている？はい、そうです。寿司職人が作るラーメン、ちょっと想像つかないんですけれども、鈴木さんおすすめの一杯が食べられるのはなんとお寿司屋さん、寿司宗方です。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お寿司屋さんだ。お寿司屋さんですね。お寿司屋さんですね。お寿司屋さんですね。ここで鈴木さんがラーメンを出していてすごく美味しいと聞いてきたんですが、うん、ラーメンを提供してるんですか？ランチのみで提供はしています。ラーメン好きが高じて作るようになったラーメン、これが大好評だったことからランチ限定のメニューにしたそうです。もちろんお寿司の腕もピカイチ、職人歴はなんと40年。さん、どうですか、この作ってる様子ご覧になって？いや、すごく職人技みたいです。すごい早いなっていう。わー、もうすごい。ちなみにお寿司屋さんで出すラーメンということで、何か味わいとかこだわりみたいなものってあるんですか？こだわりですか？はい、一応寿司とかに合うように鶏だけの出汁ということで、その鶏だけで作っているというスープがこちら。表面には鶏の油、チー油が黄金色に輝いています。材料には伊達鶏などの地鶏の柄や青森産の丸鶏をふんだんに使用し、シンプルな材料ながらもコク深いスープに仕上げています。そしてチャーシューは県産のブランド豚、葉山高原豚のバラ肉を使います。食べてみて一番脂身も美味しいですし、赤身なんかも美味しい。周りを焼いて香ばしさを出して、あとは醤油で煮込む、香ばしさと中身旨味が凝縮されるって感じですかね。醤油だれはそのチャーシューの煮汁、葉山高原豚の肉の旨味がたっぷりと染み出しています。料理のモットーは丁寧な下処理、寿司職人のご主人が作り上げる自慢のラーメンです。はい、ラーメンセットお待たせしました。うわー、はい、すごい。こちらが寿司宗方ランチ限定のラーメンセットです。贅沢、ね、なんとお寿司とラーメン、なんかこのお盆から夢があふれてます。あふれてる。わあ、澄んだスープですね。上品です。鶏のうまみがぎゅっと凝縮されてます。でこの鶏のうまみが何層にもなっていまして、もうとにかく深みのあるスープです。いただきます。すごいやっぱり安心しますね。すごく美味しいです。昔ながらのちょっと中華そばという感じもしますし、ほっとする味ですね。そうですね。麺も昔ながらの中太の縮れ麺、スープとの相性を考え製麺所に特注して作っています。つるつるですね。喉越しが最高です。スープとの相性もバッチリですね。噛めばすごくもちもち感もあって、すごく美味しいです。
ではこだわりのチャーシューです。美しいですね。食感プリンプリンです。トロトロというよりかはもちもちっとした食感で、噛むとこの上品な脂が口いっぱいに広がりますね。癖がなくて、で甘みを感じます。そしてもう一つの主役、お寿司もいただきます。すごくプリプリで美味しいです。目利きのご主人が郡山市の市場から仕入れているネタはどれも鮮度抜群。絶品のお寿司とラーメンは相性バッチリ。シャリの甘みと少し塩味のあるこのラーメンのスープ、甘みと塩味の無限ループ、これ24時間いけますね。まだまだ未熟なんですけど、村内の方はじめ村外の方にも来ていただけるようなお店にしていきたいです。またお寿司屋さんということで、こちらのちらし寿司も人気。色鮮やかな海の幸がたっぷりと敷き詰められたボリューム満点なちらし寿司です。鈴木さん、初めてのラーメン堂のロケいかがでしたか？すごく緊張したんですけど、とても楽しかったです。とっても分かりやすいリポートで、食リポも100点満点でした。ありがとうございます。せーの、シェア。あれ、これで合ってます？合ってます。